えっと、ご紹介いただきました慶應義塾大学の、えー、湘南藤沢キャンパスってご存知でしょうかあの、えー、三田からはるか,はるかに遠いですね私実はこの,あの最,最初から雑談で恐縮なんですけれどもあの学部時代もこちらで学んでおりまして3期生だったんですけれども私は群馬県出身でですねもう東京に憧れを抱いてぜひ <laughs> かっこいいシティボーイになりたいと思って。 慶応の総合政策学部湘南富士山キャンパス湘南素晴らしいしかもガイドブックにはですね湘南の波風薫るって書いてあったんですね <laughs> これはもうあのベイビューの素晴らしいところに違いないと思ってあの行ってみたらあの山の中で豚小屋に囲まれて <laughs> あのいるところでして大変衝撃を受けたんですけれどもあの、まあ、何偽りありの湘南キャンパスであの今 <laughs> 教えているところです。であの えー、湘南藤沢キャンパスは三田キャンパスと違いましてあの計画停電の区域に指定をされてしまいましてあの大震災の後、まあ、いろいろあ,のあったわけなんですけれども、まあ、神奈川県の藤沢市は第5グループというのに入ってしまいましてで、まあ、ひどい計画停電の中でしかもですね我々のキャンパスは新しい え、ものですから、できるだけ電子化を進めていて、電子キャンパスとか言ってですね、ほとんどの、あの、入り口が電子場なんですねで。そうするとですね、計画停電をされると、もうネットワークも遮断され、え、入り口も遮断されるということで、全く、え、授業ができないということになりまして、4月中、なんと、え、授業をやめまして、 えー、明日から私の授業があの始まるということになりましてその代わりお前は土曜日も日曜日も授業をせよということで、まあ、これから3ヶ月あの怒涛の、えー、授業が始まるというそういうあの状況にあのおります。であの最初から予断が多く,多くなりましたけれどもあの堀さんのご紹介にありましたように私はまだあの30代の、まあ、平社員のような PayPay ペペですのでぜひ。 あの今日はリラックスしてあの聞いていただきましてで特にあの外交防衛の話というのはあの特にこのビジネスコミュニティにで第一線で活躍される皆さん方にとっては大変関心はあるけれども一体ど,どういうその専門知でこの分野に迫っていけばいいというのがなかなかこう分かりづらい話だというふうに思いますので今日はできるだけこう大きな 視点から皆さんの関心にマッチするような話ができればというふうに考えているところです。であの今日のお話はですね、世界のパワーバランスの変化と日本の外交防衛政策非常にでかいタイトルで、しかもこのオバマ大統領がですね、えー、北京のグレートウォールのところでですね、なんか悩んでいる。これ大変有名なあの写真で、彼がまあ2000 えー、9年でしたかねあの初めて、えー、北京に訪問した10月の時の写真ですけれどもこの万里の長城を背にしてですねオバマが悩んでいるというこの写真私は大好きで,でこれはつまり、えー、私はこれからしゃべろうとする中国の台頭によってこれまで第二次世界大戦後の世界システムの中核を支えてきたアメリカの存在が やはり大きく揺る,がらす揺るがせようとしているというこういうことを象徴的に言いたいがために私は恣意的にこの写真をよく皆さんにお見せしていますアメリカは悩んでるんですねアメリカ非常にいろんなところで悩んでいてその中核にあるのがこのパワーバランスの変化という大現象であるということだと思いますでこの話に入る前にですねちょっと皆さんに えー、なんか馴染みを持ってもらうためにですね、安全保障、私安全保障って教えてるんですけれども、その時に必ず、まあ明日の授業が第1回なんで、その予行演習にもなるかなと思ってるんですけれども、最初に学部生にお話しする話があります。それは、安全保障を学ぶ時の基礎は、もちろんそれは命に関わる問題だということなんですけれども、やはり大事なことは、それは世界地図をよく見る。 そしてもう一つは、それを座標軸で理解するということです。で、この世界地図はまたいろいろ今日もですね、のこのスライドの中で出してお話ししたいと思うんですけど、座標軸とは何かっていうと、例えばですね、こういう4象限の座標軸っていうのがあって、私は今日の安全保障を理解するときに大変大事なのは、まず国家、人々、コミュニティの安全を脅かす脅威、脅威っていうのは、 恐ろしいものですよねつまり自分や国家に対して有害な事態をもたらすような意図と能力を持った存在というのは一体何なのかということを把握することが大事だ脅威がなければ別にいいわけですよねニュージーランドの安全保障って何だろうと考えてみるとですねあのいろいろいやニュージーランドって別にどっからも戦争されないかなというふうに思うわけですけれどもでも実は彼らにとってセキュリティっていうのは 存在すするんですねそれは例えば生態系の破壊だったりですね例えばあのアメリカに行くと皆さんあれですよね今指紋両,両手ですか取られてもう長いこうあの質問を受けるわけですね私なんかパスポートもう本当に色々いろいろ海外出張多くてですね怪しい国にいっぱい入ってるもんですからもう長い質問をですね国土安全保障省のおっさんから受けるわけですね、まあ、彼らにとっての水際の管理っていうのはまさに9115の 安全保障のの基盤でで脅威の源泉なわけですねで私この前、この前4年ぐらい前からニュージーランドに国際会議であの行った時にもうパスポートチェック「をジャパニーズ」とバンと押されるわけですねつまり人の移動に関する警戒感というのはあまりないんですけれどもあやっぱりニュージーランドっていうのはほのぼのとした国なんだろうなと思ってイミグレーションを抜けてみるとですねその後の荷物検査になんと15分の時間を使いました。 あなたは植物を持ってきていませんか動植物で密輸しようとしてませんかというのを隅々までチェックする。それと何が彼らは気にしてるかというと、そこに持ち込まれたニュージーランドはその、 南太平洋のですね、隔絶された場所ですから、いわゆる抗体が少ないわけですね。そこに持ち込まれたことから破壊されるものの大きさというのをよく分かってるから、彼らはそこに時間を使うわけです。つまり脅威の,その座標軸がですね、やっぱり彼らは全然違うものを持って、それをやっぱり理解するところから安全保障を始めましょう、安全保障の議論を始めましょうということをよく私は、 その座標軸っていうのは何を定めるか、これ、間違ってたらです、ね、全然面白くないというか役に立たないですけど、私なりの座標軸というのはです、ね、一つはです、ね、脅威がいわゆる強い、ハイインテンシティか、ローインテンシティか弱い脅威か、強度脅威の列度ですよね。例えば 核兵器で攻撃されたらそれは大変強いインテンシティであるけれども、えー、そうじゃない例えば国境紛争で数人がその怪我をしたっていうのは多分ローインテンシティと当たるんだと思いますでこういうその脅威の烈度がどのぐらいかっていう深刻度みたいな話ですよねでもう一つはですねこれ少し難しいんですけれども脅威の対称性という話を最近911のあととりわけ私は考えるようにしています。 対称性の反対ですから非対称性シシンメトリーとアシンメメトトリリーーとという話ですねで。これは何かというと対称性っていうのは例えば人と人じゃないですけれども A 対 A との関係アメリカとソ連との関係とかですね日本と、まあ、かつての中国との関係とかいう比較的国力が似通って軍事力が拮抗し合ったような関係性を対称性と呼んでみましょうと。 いうふうふに考えますでもう一つのこの座標軸のこう左側は何かというと非対称性例えばですね国家対テロリストこれはかつての,その国際政治から考えるとですねえっていうようなあのよ予想もつかないようなマトリックスの中で我々はいろいろなこの物事を考えなきゃいけないような世界に入っているでこういったところを非対称性の要するに極地というふうに呼んでみたい。 いうふううふに思うわけですねでその真ん中には例えばいろいろあって例えば北朝鮮とかリビアとかイランとかかつてのイラクとかですねそういう国々はアメリカと本当に対照的な国際法の秩序を、えー、享受しですねかつ同じような軍事力を持っていたかというと決してそんなことはないそうするとやっぱりこの中間地ぐらいにあるわけですね。ここうういいった世界を4つの座標軸でで考ええるるとと何が言えるかいうことなんですけど我々は 第二次大戦後の長い間ですねアメリカとソ連がお互いの陣営東側と西側に分かれてイデオロギー上の分岐を持って戦い合う冷戦という時代を経験してきたわけですねまさに東側陣営と西側陣営という二項対立的な世界の下で国際政治を考えるという対照的でかつ核兵器が対峙し合うというハイインテンシティの時代にあった。 第二次大戦後に組み上げられてきたほとんどの国際政治学の教科書理論というのはこの第一証言の世界の中で組み上げられてきたということだと思います1980年90年代に出たあの大変偉い年配の尊敬すべき先生方の書いた国際政治の教科書というのはほとんどこの第一証言の論理で 成り立っているといいう,うに思いますいわくアメリカの同盟政策ソ連の共産主義拡大政策それと第三世界との関係ということでほとんどの論理がこう完結するわけですよね。ところがで他の世界というのは例えば非対象いろいろテロリストとかあったけどその大したことない北朝鮮なんてあったけれども全然その問題にならないよねということであまりこの主役の場にはこう踊り出てこなかったわけなんですけれどもところが。 911の世界が訪れて何が起こったかというとかつてはほとんどマージナル化されていたような脅威というものが列度ががぐっと上がるわけですね例えばよく国際政治学者がですねあの戦争の研究なんていう博士論文を書くわけですね世界に歴史上戦争というのは何回あってそれはどういう要因で起きたのかっていうカウンティングルールを定める時に戦争の定義 は何かこれはいろいろ皆さんそうするでしょうけど非常にドライに言うとですねコンバットのの中で1000人以上死んだものを戦争ととなしましまょうと非常にこうドライな定義ですけどそれでいろいろなこの戦争を考えてきて世界の戦争の歴史なんていう論じる学者が非常に多いんですけれどもその定義をドライに当てはめてみると911の事件っていうのはついにテロリストの行動が戦争の領域に入ってきたということを いわゆるの国際の歴史上戦争史上は意味するわけですね。で仮にですねこの9.11のインパクトがさらに上回って仮にテロリストが核兵器や生物・化学兵器といった大量に人々を殺傷できる兵器を持って我々に迫ってきた場合この重要度というのはまさにエクストリームな限界値まで上がることになる。つまり我々はこの 冷戦期のロジックのシフトというのをこっち側にシフトさせなければいけないということが生じたわけですよね。これが911の安全保障論のインパクトの大変大きな部分です。もう一つのインパクトは何かというと冷戦が終わって弱い国々がですねなんとこの大量破壊兵器の開発というものに着手してその影響力というものを上げてきたわけですね。北朝鮮は90年代 どんどんミサイル開発核開発を進めて2000年代に入って核保有宣言をしました今のところまあ兵器級のプルトニウムを6個から14個のうちのいずれかぐらい持っていてかつ ウラン濃縮という新しいそのタイプの核開発をしているということになってますから彼らの能力というのはじわじわっとこう上がってきてるわけですね。あのイラクはまあ最終的にはその大量破壊液を作っていないという5人のもとに戦争が戦われてしまったのでこういう話はあのまた後でいろいろできればと思いますけれどもリビアとかです、ね、イランとか含めてです、ね、多くの国々が大量破壊液の獲得を目指すという かつては大したことない状態だった国々がですね安全保障上大変重要な脅威の地位を占めるようになってきたということを考えると、冷戦が終わってからあのもう20年経つわけですけれども、この間ですね我々の安全保障の軸というのがぐっと左側に寄せられた。こっち側の安全保障論というものが世界の主軸として考えられなければいけないというのが。 今日の大変重要なポイントだといいう,うに思いますそこでいろんな話をしました、えー、あまり話を長引かせちゃうと1時間がすぐ終わっちゃうんですけれども例えばですねアメリカとソ連はどうして戦争をしなかったのか直接ですよもちろんいろいろ世界にはいろんな戦争があってまたその話もしますけれども例えばですねあの現実主義派の安全保障論を語る学者によるとですねアメリカとソ連の間には お互いに手を出せないという関係が成り立っていたでこれを抑止というふうに言います抑止関係なぜ手を出せないかというとお互いがものすごい攻撃力を持っていたなぜ手を出せないかというと一つに反撃する能力があったお互いもしもし手を出せばですね相手を屈服させそして、えー、耐え難い損害を与えられるような攻撃能力を持っていたもう一つは もしそんなことをすればお互いに攻撃し合いますよという政治的な意思を持っていた能力を持っていても意思がなければですね相手のことを責めちゃうという気になりますからしかもそれをお互いに相互理解していただからキューバ危機の際にフルシチョフはキューバから核兵器を取る決断をしたわけですねこのまま進んでいけば お互いいの戦争は避けられないもしそれで反撃でベルリンに対して核攻撃をすれば NATO との攻撃は避けられないだからそのリスクを高めてまさに自分が危ないと思うリスクというものを高めることによって戦争を抑止していたという非常にこの緊張感の高い関係があるゆえに戦争が起こらなかったというこういう説があの結構有力に唱えられてるわけですね。でだだかから戦争起きなかったんだっていうロジックを今日も 同じ安全保障論の中で適用できるか考えてみると皆さんもちょっと考えてみてください例えばですねアルカイダが、まあ、最近オサマ・ビンラーディンがあのアメリカのコバートオペレーションで、えー、殺されましたけれどもあ,のあ,れあれの話もまたぜひ質問があったらぜひしたいと思いますけど仮にですねアルカイダが東京の麹町を攻撃することがないようにするためにはどうすればいいと思いますかね ソ連が仮に北朝鮮がとかですねいろいろああのでソ連がじゃあ麹町に核ミサイルを撃たないようにするためには仮にソ連が東京を撃ったとすれば同盟を結んでいるアメリカが日本の代わりにソ連に対して報復をするという能力と意思を明示することによってソ連の指導者にそれを理解させることによってあそんなことをしちゃいけないんだなということで東京の安全は 保たれれるわけですよねこれがくのるアルカイダが東京を攻撃しないためにはこのロジックは大丈夫ですかねじゃあアルカイダがそんなことをしたら反撃をしますよと我々は言うとしますよね。アルカイダに反撃するってどうやるんですかねパキスタンですかアフガニスタンですかオサマ・ミンラーディンを殺せばテロって終わりますかね反撃をする能力っていうのは分からないです反撃をする意志をします。 例えば多くのアルカイダ系の,その攻撃メソッドによると彼らは自爆テロをします自爆テロをする相手にお前殺されてもいいんだなそんなことをしたらお前に危害が加わるぞと言って止められるでしょうか鼻から彼らは死ぬ気で突っ込んできます全然通用しないという中でどうやって 我々の安全保障のロジックを作り上げればいいかというロジックが第一象限の世界と第二象限の世界では全く違うんですねこれが新しい安全保障論です冷戦期のロジックで今日の安全保障論を読み解けないというのはこの冷戦期を支えてきたロジックそのものが第二象限の中で大きく転換するというのが非常に大きなものなんですね北朝鮮も考えてみましょうか 北朝鮮がこのまた麹町をです、ね、攻撃させないためにはどうすればいいかもしそんなことをしたら同盟を結んでいるアメリカが代わりにピョンヤンを攻撃するかもしれないということを言ってキム・ジョンイルのあるいは北朝鮮労働党なり軍部の理解を促すことによって日本に対する威嚇をかけないようにする聞くかもしれないですよねそれはだけど仮にですねこういう状況になったらどうですか北朝鮮は もはや政権を維持することはできないもしかすると来月ぐらいには崩壊するかもしれないしかもですねほとんどの軍部そして労働党の幹部というのは現体制の下で生きている人で次に体制が変わった時にはほとんど身分保障がされないだとすればテロリストと同じで自分の国がやられても東京をやっても同じじゃないかというロジックつまり破れかぶれ理論なんですけれどもによれば いくら報復すると脅したところで北朝鮮の攻撃は止められないかもしれないわけですねここが政権の継続性といわゆる資産の担保を前提とした国とそうじゃない国つまり第二証言の発想と全く違うところですだから我々はミサイル防衛を必要なんですよねもし撃ったとしても大丈夫だということをあれだけのお金をつける理由というのは第二証言の世界に我々は生きているから。 とということになりますでそういうロジックの中であの数兆円と呼ばれるミサイル防衛の予算を理解しないと到底国民の理解は得られることはできないと私は思って一生懸命この座標軸を使って説明をしているわけであります。で今日お話しする話はですねそれも含むんですが今冷戦後ずっと左に向かっていたこの脅威の座標軸にやや若干の U ターン現象が起きるという話です。 もう一度我々はこれから10年20年パワーの世界かつての米ソ冷戦があったような世界のロジックをもう一度考える時代がやってきたという話をこれからしていきたいと思います。でそれはどういうことかというとここに書いてある通りなんですけれども世界のパワーバランスが大きく現在変化ししようとしているでその変化の源泉になっているのはこれはなじみのある議論だと思いますけれども。 新興国のでであるとということですよねで特にこのゴールドマン・サックスあたりはですね2000年代の初めの頃から随分い,いろんなレポートを出してきたわけですけれども新興国の台頭はは本本格的ででこれは本物であるでしかもその中でブリックスブラジルロシアインド中国そしてネクストイレブンとその後でなるんですけれどもを中心としている国々の追い上げというのは目覚ましいものがある。 いうふうふに言ってたわけですねで2003年にですねこのゴールドマン・サックスがこの有名なレポートを出したときに彼らは2040年にはですね中国はアメリカを追い抜く名目少なくとも名目 GDP のレベルではアメリカを追い抜くんだというふうに言って多くの学者はそれを見てですね何言ってんだと中国が2040年まで経済成長を継続させて、えー、成長力のその自力のあるです、ね、アメリカを 追いいいいい抜くななんててううこことととはありえないということを言っていたわけですね中国を全く知らない人の言う言葉であるというふうによく言っていたわけですけれどもその後数年経ってみるとですね中国の成長力のペースというのは2003年の推計よりもはるかに速いということが分かってきましたでその結果ですね多くの機関が推計値というものを変更して今や2027年 もう結構すぐですよ、ね、2はですね中国がアメリカに追いつくのではないかという推計値が出ているわけでございますでこれはもちろんですねあの経済成長をどう見込むかであるとか為替、まあ、レートの話もあるし物価の変動もありますからどういうふうにこれを見込むかというのは本当にどんぶり感情としては大きい話なんですけれども。 ただしこれらの数字というのは無視できないというふうに考えております。これはゴルマンサックスだけではなくてですね IMF とかそしてあの世界銀行もそうですし日本の,その内閣府の中での推計値を見てもですね結構あ,のあまりニュースにはなってないんですけれども相当早いペースで中国が 世界第一のアメリカに対してですね、えー、追いついてくると、いうこういうふうに言われているわけでございます。でそれをですね、あの、簡単にこう出したのは、結構これも見たことある方が多いかもしれませんけれども、この新興国が一体、どのぐらいで先進国に追いついていくのかという図を、このスーパーカーの図で示したものです。で、ここで見るとですね、中国はすでにこの図のとおり2010年に、 えー、名目 GDP で日本を追い抜いたわけですけれども2027年にアメリカにも追いつくんだとインドはそして日本に追いつくのがだいたい2029年から30年でそしてちょっと衝撃的なんですけどメキシコもですね、えー、2030年代後半にはですね日本を追いつき追い抜いていくというようなことを示しているわけであります。こういうい長期的な まあマクロ経済の,その動向の見方というのは常にこの誤算がつきものでありましてその例えばあの冷戦の崩壊もそうだしアジア経済危機やルーブル危機であったりリーマンショックも含めてですね多くの危機を我々はそんなにあらかじめ予見はできないかもしれないですけれども少なくとも現在のトレンドをベースに将来を考えるという発想は 持っってておおくべきだと私は思っておりますなぜかというとこれは私は学生の頃から思っていて中国は1990年にまあ89年に天安門事件があって92年のですね鄧小平の南巡講話から一気にこの成長率を上げてくるわけですけど当時からですね中国の経済成長なんていうのは10年で止まると。今のそのそ いわゆるその沿海部と内陸部の格差そして人口の多さプロダクティビティが画一的であるポール・クルーグマンも当時のどういう論文を書いていたか中国の経済発展のベースとなっているのは、まあ、全生産性の投入要素にほかならないでそれはその基本的には労働集約的なあのところにですね投入を増やしていってその投入が賃金が上昇してきてです、ね、高付加価値な転換ができないということになればそこで成長率というのはストップするんだという議論 をですね、ずっとやってきたわけですねところが我々はいつかは止まるいつかはバブルがはじけるといったまま20年を経過して中国はついに日本を抜いてしまったわけです1990年にこのような議論をしていた人というのはほとんどいませんでしたこれからもどうなるか分かりませんけれども少なくとも我々は20年間実は安全保障政策でいうと対中ストラテジーというのを大きく間違ってきたわけです。 でこの間違いは大変大きな罪だと私は思います。なぜかというと、例えば軍事防衛というのは相当あの先のスパンを考えて様々なことを考えなければいけないわけですけれども、その備えが十分にできていなかったし、現在もできていないということをこれからお話ししたいと思います。えー、中国研究者の中では文革を 文化大革命を称賛したということで大変怒られた、えー、罪深い中国人知識人みたいなあ、あの、中国研究者というふうに批判をされた方々がいましたけれども、私は、まあそこにも興味ないことはないんですけれども、もっと大きな罪は、やはりこの中国の2000年代の台頭というものを十分に想定しない、あるいは頭ごなしに否定してきた方々の罪というのは安全保障論の中で極めて大きいと私は、 思っているわけでありますですから少なくとも我々はブレインストーミングとしてこれからの経済がこのような推計で行われた場合にどうなるかということを 行き地としてはその最大地としてですね、やっぱり考えざるを得ないということですね。で、私は簡単なその算数をやってみました。で、仮にですね、中国が現在のまま7%平均ですよ。平均で7%成長を続け、アメリカが2%成長、えー、まあ、インドが7%、そして日本が1%ということで、20年を過ごしたらどうなるか。もちろんこれはカーゼレートは2008年のまま固定ということですから、あの、いい加減な図なんですけれども、やはり、 こういう単純な図でもですね2027年から28年に中国はアメリカを追い抜いていくというこういう数字になります中国は世界最大の経済大国になる可能性があるということですねで神保さん待ってくださいともしそうだとしてもですね軍事の世界は別でしょう例えばこの図を見てくださいアメリカは軍事力は圧倒的です他の国を全く寄せ付けないほどの軍事費を持っています 例えすべて,ての国の軍事費を足してもです、ね、ようやくアメリカに追いつくぐらいその他の国々との格差というものは圧倒的です仮に中国が世界最大の経済大国になったとしてもアメリカの軍事的な優位性は全く揺らがないというふうに論じる方がいますただしここでもです、ね、単純なシミュレーションをやってみました。 仮にですね経済,、まあ経,済まあ、経済の規模に対して GDP 規模に対する防衛費の割合ってよく言いますよね日本は大体いい GDP1% 枠って聞いたことありますよね日本,は日本の防衛費は大体いい GDP 全体の、ね、0.9から1%ぐらいで推移をずっとしてきているんですけれども。 現在のアメリカはブッシュ政権時代に大軍拡をやりまして、クリントン政権は99年に大体 GDP の3%を国防費に費やしていたんですけれども、現在はなんと4.8から4.9%が、えー、アメリカの軍事費ということになります。で、ゲーツ国防長官は辞めるんですけれども、最後のミッションはこの肥大した国防費をどうやって削っていくか、特にアフガニスタンとイラクの駐留から 撤退し、アメリカの出口政策に導きですね、アメリカの財政支出に占める国防費の割合を何とかして削れないか。アメリカも大変な財政赤字になっています。ということで、何とかしてクリントン政権時の水準まで3%まで落とせないか。落とせるかどうかわかりませんよ。した場合ということです。つまり先ほどの2%、7%、1%の図に、現在のアメリカ、中国、 まあインドも日本も含めた国防費の割合をプロットした場合どうなるかというふうに考えてみましたこの日本はあれあの X 軸は Y 軸の座標にみたいに見えますけど実は日本です低空飛行が続いてですねインドについに追い抜かれてしまうということですね今大体いい4兆6 7千億円ですか、まあ、それが為替レートにもよりますけれども、まあ、5兆円から6兆円ぐらいになるかもしれないと。えー いことで,すよ、ね、であのアメリカが4.5%が仮に続いたとしたらやっぱり圧倒的なんですけれどもということですねで中国の国防費は実はいろんな測り方があるんですけれども今ストックホルム平和研究所というところによると、えー、98.8という値ですねでそれでももしかすると中国の軍事費は他の国とは違うカウンティングをしている可能性があるのでそれを付け加えて4掛け 40%増しぐらいで考えてみる。これは中国は例えばその退役軍人の給与とかですね、あとは装備とか、あるいは人民解放軍がやってるビジネスとか、人民解放軍そのものの定義とかがよくわからないがゆえに、本来の国防費は4割ぐらい高いんじゃないかと言われていることを計算に入れて、2つの数字を出しています。中国は仮に7%成長を続けて、シプリンの勧告のように2%の GDP 比。 の防衛費とそのの掛けですよねの防衛費というものをプロットした場合どうなるかというと私は非常にこれはためにする議論でやってるんですけれども中国の高位置1.4ですよねとアメリカの低位置というのは2030年でぶつかるんですつまり中国は場合によってはですよアメリカに財政支出つまりその国防費の規模でも2030年に追いつく可能性がある。 いうことなんですでこれは全て確率の議論で下手したら人民元が切り上がればです、ね、さらに中国の国防費は国際水準で増えますのでもっと早く来るかもしれないということを踏まえて言いますと中国がアメリカに全く追いつけないという仮説自体は実は疑わしいものであるということを考えなければいけないということです。もう一つ衝撃的な数字です日本ととと中国との関係を考えると かつて2000年代というのは中国の国防費は日本よりはるかに下でしたそれが経済成長率とともにですね高まって今や公表値でも日本の大体2倍ですけれども2020年になるとそれが大体4倍から6倍そして2030年には7倍から10倍になります最大日本と中国の国防費の差というのは1対10になるんですねでこれはもう絶対に日本が一国では中国の 国防力に対抗すすることとはでででききませんんんいいう準備ができてないんですよ皆さんおそらく中国の国防力というのは日本の自衛隊が一国で対応することは一切できない挑発的に言うといや本当は僕はできると思ってるんですけどできない通知上ではですよという時代に備えた国防政策というものを作っていかなきゃいけないというのが私の強い 問題意識とということになりますよくですねいろんな学者がですねアジアとか研究してる人が結構優雅な世界でこういうことにですね長い歴史の中で中国というのは常に あの朝光関係があっってて大帝国を持ってきたそこで明治維新とともに日本が逆転し中国は1840年代のですねアヘン戦争以来の長い沈黙を保ってようやくそれが虎が目を覚ましですねアジアに対して2つの大国が並び立つ時代になったこの国際政治をどうマネージするかがアジアの最大の課題かなんていうですね優雅な論文を書くわけですねで私はその論文を見た時ふっと思うわけですね アジア,とアジアにおける中国と日本が1対1で2つの大国として向き合う時代というのは実はわずかかか数年しかなないいんじゃないかその中国は日本に追いついたと思ったらそれを構わず一気に追い抜いて中国が優位になる時代の中での国際政治こそが これからのアジアの政治の本質ではないかと私は考えているわけです。つまり考えるべきは日中が対等の国際政治ではなくて中国が優位で日本が列位に置かれた中での安全保障政策を考えなければいけない。だからよく日本が自立とかですねアメリカから距離を取って一人でとかいう時に私が極めて不安に基づくのはこういった数字を 少しでも想像してそういう議論をしてますかということをかつての民主党の議論には常に申し上げたいということなんだというふうに思います。次のスライドはさらにちょっと、あの、なんかギトギトしてるんですけれども、この地図を、まあ、地図の話に入りますけれども、見ていただくとですね、中国が例えばミサイルであるとか艦船であるとか、さっき見た戦闘機であるとか、それが 優勢感を持ってセり出していける範囲というものが徐々に東へ南へと拡大しているということであります。例えば、かつては攻撃できなかったにあの中国から何か戦争が起こったらですね、アメリカのカデナ基地なりフテンマナリをですね、ミサイルでも巡航ミサイルでも叩けるようになったり、仮に何かその朝鮮半島で事態が起きてですね、アメリカが朝鮮半島に介入したいと言っても、その時に大事なのは 黄色いイエローシーにその部隊が入っていってそして北朝鮮に上陸するというもしシナリオがあるとすればですねなんと中国はその能力を拒否することができるようになってきたわけですよかつては朝鮮半島で何か起こったらアメリカが入るというシナリオでしたけれども今は中国にお伺いを立てなければそういったミッションも難しいという能力を人民解放軍は確立しようとしているわけですねだからこの前チョナン号の,その、前、号 アメリカの哨戒、ね、艦が北朝鮮と思われる潜水艦に撃沈されたわけで,でその代償、えー、としてです、ね、アメリカと韓国はこの航海イエロー・スイの中で大規模な合同軍事演習をやろうとしたんですねそれに対して中国の人民解放軍の将校は絶対にそれはやらせないここは我々の近海であるもっと南でやりなさいということでこの辺でやったんですで上ではできなかったでそれが意味することは何かというと もし北朝鮮で何か動乱が起こったとしても中国の意向を無視してあなた方の兵は北朝鮮に入ることはできませんよという中国側の強いメッセージです。パワーバランスの変化というのはオンザグラウンドではこのような形で現れます。つまり今まで模索していた解決方式にコストをかけかつそのコストをかけるという行為がこの北京の意向を無視して 何か新しい筋を作るということができないという具体的な姿になって現れるというのがこれがパワーバランスの変化の実態ということになります。一つ事例を挙げます。20まあ、いくつだっけ2006年でしたかね。北朝鮮がミサイル演習を突如として行いまして日本は怒りました。で日本の外交当局はですねニューヨークに行ってこれは国連決議 にえー、国連決議の1718というのをです、ね、日本側がドラフトしてなんとか安保理で決議をさせて北朝鮮に対して圧力をかけたいというふうに思ったわけですねそして行った先はです、ね、ドラフトをワシントンアメリカに見せましたアメリカに見せたらもちろん我々は日本の怒り共有するとできればこの非難決議を、えー、制裁決議にまで持っていって、えー、北朝鮮に対して圧力をかけたいと思ったわけですね。そしたら そこで問題が起きたのは中国です中国はどう思ったか仮に北朝鮮に経済制裁や軍事制裁などにつながるような制裁をかけた場合平壌は何を思うか我々は追い詰められたと思って場合によっては暴発したりですねより危険な軍事行動を誘発するかもしれないだから中国としてはこのようなその非難決議を北朝鮮に課すのは反対であるというふうによって 拒否権をちらつけけたわけですね国連安保理はご存知の通り五大国が強力な権限を持ってますから五大国が全て賛成をしないかしないとあるいは棄権、えー、するという道筋もあるんですけれども少なくとも同意をしないとですね決議が通らないだから中国の意向っていうのは大変大事だっていうのはもともとそうだったんですけれども日本の外交当局はこれまでの関連に従ってアメリカが 中心になって説得をすればそのような決議は通ると思ってそれを出したわけですよね。ところがアメリカがした行動は何かそのドラフトを中国と調整し中国はずっと拒否を示していたんですけれども最後の条件として中国側が起案したドラフトに忠誠を加えるという形であれば北朝鮮に対して非難をすることは可能であるという形で直してそれが最終の成案として 国連決議のになったということですでこれが意味することは何でしょうか私は思うんですけどかつてのパワーバランス中国が圧倒的に低い時代だったらアメリカの力を使ってそのような決議を通すことができたかもしれないだけれども中国がこれだけの拒否力と意思決定能力を持っているときには何をすべきだったか私の結論はですね日本外交はなぜ北京に行かなかったのか。 北京とドラフトを調整し、ワシントンとドラフトを調整し、そして北朝鮮の非難決議を出すことができれば、日本の外交のパフォーマンスは全然上がったんじゃないかということです。で、これがですね、パワーバランスを理解した場合の具体的な行動として現れることで、でパワーの変化というものをどのように自分の行動に反映させていくかという大変大事なポイントだと私は考えているわけです。えー、外務省の…あの 上の方の人もそうなんですけれども案外です、ね、このパワーの変化というのを結構見くびってかつてのスタンダード・オペレーショナル、まあね、SOP のもとプロセージャーのもとで,です、ね、今までの外交が通用したからやっぱりアメリカだという方々が結構多いですで私はこれは大いなる間違いだというふうに思っているわけです。今や北京とガップル4つに組んで 国際的な合意を作っていかなければ有効な合意というものはできないそういう時代に入ったということだと思います。えー、北朝鮮の脅威についても一言だけあ,のあんまりあの詳しく言いませんけれども、まあ、かつてはノドンミサイルというこういうミサイルですよね日本をあの射程に収めるこのミサイルを中心にかつての問題というのは北東アジアの問題であった。 アメリカも北東アジアの問題として扱ってきたんですけれども2002年以降はですねよりこの射程が伸びたミサイルであるとかあるいは核兵器をもっと作りましたから一発しかない時代はあの実験したり使っちゃったらおしまいですけれども今はまあ6発から14発あるわけですからいろんなオプションがあるわけですね。その中には いや下手したらイエメンに売るぞとかですねシリアに対してあの核能力を提供するぞとかですね第三者への移転リスクというものがあってそこから北朝鮮の脅威というのは徐々にグローバルな脅威にこういうふうになったということですでこの射程が伸びればアメリカはおろかオーストラリアやヨーロッパもですね北朝鮮の脅威のもとに入るということなのでこういった問題として我々は、緑車協議を位置づけこういった問題として実は日朝交渉を 位置けけけけななければいけないわけですもちろん我々の関心である拉致問題も大事ですけれども同時に北朝鮮の問題がグローバルであるからこそグローバルな問題を解決するという意識の下で北朝鮮との関係を組み立てないと実は多くの国々との協調が難しいというこういう時代に入っているというのがもう一つの問題つまり中国はグローバルに台頭しかつ北朝鮮の能力が高まったが家にそのインプリケーションというのもグローバルに広がっていく。その中で 日米同盟があり、その中で日本の北朝鮮政策があるということが、位置づけとしては大変重要なわけです。